組み立て注目2番村松俊也、6番落合豊。関東勢切っていきまして、本間蓮3番手となりそうで、4番宮下純は切り替えようとして、今は5番手の内側、関東の3番手の位置へ車をスルスル進めていきました。3対4の体勢で残り1周半、2番村松が先頭で、6番落合、4番宮下、かます体勢にセンターは5番本間蓮、勢いよくスパートしていきまして、それに合わせて2番村松の飛びつきは3番橋本と並んできそうで、残り1周400、先頭は5番本間、後ろは大混戦もつれそうですが、3番橋本裕司が好立ち回りから2番村松をかわし去っていって切り替えて、6番落合が3番手、その後は1番山城光久4番手です。村松をどかした1番の山城、あとは後ろは4番の宮下と7番市川がもみ合っています。先頭は5番本間蓮、後ろ3番橋本裕司、そして6番落合のインコースから1番山城が追い込んでこれるかどうか、しかし先頭は3番橋本裕司に変わって降臨、2着5番本間蓮、3着6番落合豊。